吉宗評判記暴れん坊将軍。心浮き立つうららかな春である。だがこの朝、江戸で少なくとも二人の男が怒っていた。出てけ、この毒で出てけろ。貴重、お前の顔なんか二度と見たくないんだよ。出てけられたんだから。貴重、出てけろ。出てけ、この毒だし、お前の顔なんか二度と見たくないんだよ。出てけろ。俺は天使だぞ。天使に向かって出てきた。なんてこと言うの。亭主が聞いてあげれるよ。亭主っていうのはね、ちゃんと稼いできて女房を癒したもんだ。ね、お前様はなんだい。朝から晩までゴロ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 して高い出ていけば、口で負けるか人様に迷惑かけるだけじゃないんだよ。何言ってんねん、この野郎。お前さんはね、ダメな男なんだよ。江戸で一番のカスだ。私は情けなくてね、涙も出やしないよ。さっさと出ていけられ。何だったおめえ、女房が定食に出すって本があるのか。しょう、なんか間違ってるぞ。賛成しろ。もう一人のイカれる男は徳川幕府中興の英主と謳われた将軍吉宗である。春の雪解け水に大雨が重なって大川の堤防が決壊、多くの家と田畑が流され、人命をも失ったからである。その包みは延べ8万人の人員と3万両の巨費を使い昨年作り直したばかりではないか。恐れながら予測をはるかに上回る洪水のため、いかんともなしがたく。昨年のみならず、記録によれば一昨年も、一昨昨年も直しておる。同じように巨額の費用と人数を無駄に使ってだ。作っても壊れ、作っても壊れ、これではまるで賽の河原でございますな。そしてその度に家や田畑が流され、何百という犠牲者が出ておる。不審奉行といたしまして、深く責任を痛感しておりまする。何分にも天の災害でございますゆえ。全てを天のせいと申すか。包みを築くのは人であろう。はあ、左近将軍殿、上様が仰せられておるのは工事に過ちや不正がないかということじゃ。滅相もございません。そのようなことがあろう道理もございません。ただいま係役人一同、人足どもを特例いたし、不眠不休にて全力を挙げておりますれば、何とぞお心を休んでられまするよう。その言葉、吉宗しかと聞いておくぞ。よいな。はあ。下がってよい。
前たち手抜くんじゃねえぞ。どうがお前火消しの魂だからな。なんでどうしたんだ。あ、針で指ついちまったんで。お前男だろお前。ええか、男の子ってのはな、腕の一本ぐらいちぎれたって泣くがなんか見せちゃいけねえんだ。かしら、そりゃ足だって火事場や喧嘩ならへえと思わねえが。なんでどうも針仕事ってやつは。しょうがねえ、貸してみろ。針なんてのは簡単なんだよ、こうやって。あっ、かしらでも痛いんですか。だったなぁ、痛いときはお前、痛いっていうのは本当の男なんて。ごくもっともで。笑ってみる、一生懸命やれ。おはるさん、お入りなさいよ。お兄ちゃん、おはるさんよ。ほら、前に近所にいた。おはるさん、久しぶりだな。なんかね、お兄ちゃんに相談があってわざわざ訪ねてきたんですって。お、なんだよ、俺にその相談っつの。お恥ずかしいことで、頭はもうすっかり偉くなっちまって、私なんか顔を出しにくいんだけど。何言ってんだよ。いや、おさいがいたらどんなに喜ぶかな。ちょっと用事あって出かけてんだよ。ママ、ちっちゃったネジを上がってくれ、上がってくれ。すいません。よかったな、困ったな。どうしたらいいんだろうな。どうかしたのか。何か困ったことでもあるのか。実は女房が生まれそうなんだ。生まれるって赤ん坊か。それはめでたいではないか。ところが三番が銭持っていかないと来てくれねえんで。いや、銭あるんですよ。この富くじは当たってるんだ。だけど買いに行ってる暇がねえんでさ。何しろいつおやーって生まれるか分からねえんでね。弱っちったな。これはどうしたらいいんですかね。そうか、そのさぞ心配だろうな。よし、俺が立て替えようではないか。旦那、そいつありがてや。いや、実はこれは一両の当たりくじなんで、これ差し上げます。じゃあ、三本の費用は一両で足りるのか。一両ありゃ五つ子だって取り上げてくれます。では、一両と。これは詐称だが、祝い金だ。じゃあ、おかみさんを大事にな。いい子が生まれるように祈っとるぞ。君やり、語り始めてこんな顔も初めてだ。おい、そういえばお前の名前なんて言うんだ。すみません、ハンゴロツです。もう二度とこういうことしませんから。ハンゴロか。では男の子が生まれたらハン太郎、女の子が生まれたらおハンという名はどうだ。ダバ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 。無銭飲食や語りか、おい。そいつはいけねえな。この先はもう全然見込みねえぞ。根は決して悪い人じゃないんですけど。いや、よくおめえ叩き出したよ。えらいぞ。全部急いってな。この際お前引っ張り分かれるんだな。何心配することね。ガタガタ言いやがったら今度俺の足腰立たねえように叩きでもしてやっから。俺がよ。頭、そりゃ甘いですよ。あの人をぶちのめすなんて。だってそれしか手がねえじゃねえかい。そりゃあの人はダメな男かもしれないけど、いいところだってあるんですよ。よく世間じゃ飲むを使うって言うけど、うちの人は女遊びだけはしたことがないんです。兄ちゃん、春さんはね、半五郎さんを好きなのよ。もう女の気持ちが全然わかんないの。これ私はあの人が真人間になるように頭に意見してもらおうと思って来たのに、別れるだのぶちのめすだのってそんなひどいこと言うんだもん。もう頼みません。あの人のことは私がきっと立ち直らせてみせますよ。わあ、そうかい。いや、どうかしたのか。おお、新さん。いらっしゃい。また二三日厄介をかけるかもしれん。その食いぶちにこの富くじを金に買い取ってくれんか。新さん、何あんた富くじ買ったの。いや、今しがた半五郎という男に頼まれて一両立て替えたんだ。半五郎。おい、源蔵。えっ、ちょっと来いよ。えあんな、えお前ちょくちょくあの富くじ買ってんだろ。これどうなんだ、本物か。ああ、これは昨日の湯島天神の富くじだ。おう、どうなんだ。鶴の55番、外れですよ。
外れ。ええ。新さん、お前さん一杯引っかかったな。そうか、騙されたのか。だが人助けにはなったろう。その半五郎という男、おかみさんがもうすぐお産だって言ってたからな。おかみさんがお産？今にも赤ん坊が生まれるんだそうだ。すいません、私がその女房なんです。はあ、まったくどうしようもねえやろて。騙すにことかいて、お前天下の師匠じゃねえ、あの直参の三男坊の新さんから一両巻き上げるなんてな、本当に困ってやろうて。材木奉行立花様がおいでになりました。当世。はい。御前、お呼びでございますか。聞こえおれ。は。上様が大川堤の工事に疑いを持っておられる。おそらく隠し目付を派遣されるおつもりだろう。隠し目付？それは一大事でございます。どのような形で不審場に入らぬとも限らん。何としても見つけ出せ。見つけて切りますか。バカめ、そんなことをすればかえって野望をつついて蛇を出す。いつも勘定吟味方の役人を扱っている方法で手なずけろ。ただしもっと念入りに応じかけにの。はっ、かしこまりました。流されて父ちゃんは死んじゃうし、着物もお金も何もかもなくなっちまったんだ。母ちゃんが働いても働いても落ち着かないんだよ。三万両だろうが四万両だろうが、そんなものは何の役にも立ちゃしねえや。ドブへ捨てるようなもんさ。なぜだ。大川の堤はこのとっくりさ、いくら酒を注ぎ込んでもみんな流れ出しちまう。流れ出た酒は御用商人と役人どもの懐に流れ込むって寸法だ。では商人と役人が組んで手抜き工事をしてるというのか。その証拠はあるのか。証拠はねえよ。お前さん、そんなに興味があるんだったら自分で確かめてみたらどうだ。大体上は将軍さんから下は木っ端役人に至るまで、百姓町人のために立派な堤を作ろうなんて真剣に考えてるやつは一人もいやしねえや。そんなことあるまい。今度の将軍はことのほか厳格だというではないか。お城の中でお買い込むるみ。この世間の冷たい風に当たらねえで何がわかるもんかい。はい、話がな。将軍の着る着物、布団、食い物、全部御用商人が納めてんだ。で、それぞれの係の役人がかすりを取ってる。そんな布団に寝てよくもうなされねえもんだい。なあ、そんな魚食ってよくも腹下ししねえもんだって感心すら。よう、姉ちゃん。いらっしゃい。へへへ、酒だ酒だ。へへへへ、魚ケチケチしねえとめどんどん持ってこい。本当正月は一緒に来たんだろ。目指しにぬたに、すだこに、おでん、何でも持ってくれ、みんな食っちゃうから。おい、また会ったな。はい。いけねえ。ママ、こっち座らないか。はい。さあ。おかみさんは、どうだ、生まれたか。ええ、おかげさんで。あ、そいつはおめでとう。で、どっちだ、男か、それとも女か。ええ、男。男？え、女。女？え、両方。双子か。あ、双子っつうのかな、あいの。あ、そいつはめでたい。いや、祝杯だ。はい。さあ。そうか。二
ったもね。はい、お待ちどうさま。ぬたに、めだしに、すだこに、おでん。おお。はい。盆と正月が一緒に来たにしては随分すましいもんだ。将軍や偉い役人どもにはこの庶民の気持ちは明るめえな、新さん。うん。さっきおかみさんに会ったぞ。わあ。ずいぶん兄のことを心配してたよ。じゃあ全部バレちまってたんだ。まあな。すいません、お詫びの印にこの素だこでも。いや、遠慮なくごちそうなのかな。ごちそうだなんて。うん、うまい。これからはおかみさんにあまり心配をかけないようにな。まあいいおかみさんじゃないか。お前を掘り出したのも真人間になってもらいたいと思えばこそ涙を飲んでしたことだ。そうだったんですか。はい。よう、聞きな。大川の堤防工事で人足を集めてるんだ。日当は300文だ。いねえか。俺は行く。頼む。半五郎。旦那、あっしがこんな男になったのも、元はといえば一昨年の洪水で堤防が切れて、うちも家財道具も根こそぎなくしちまってやけになったんでさ。だからあっしはもっと丈夫ないい堤防を作りて。そうか、そうだったのか。俺も連れてってくれ。訳があって家を飛び出てる男だが、力仕事には自信がある。おい、新さん、本気か。ああ、俺もいい堤防を作りたいんだ。よし、ついてきな。何としても探し出さねばならんな。我々の首がかかっておるからの。よく勘定しろよ。お、お前もだ。後へ足りねえと抜かしても承知しねえぞ。日当は300文のはずではないのか。飯代と布団の貸し賃で150文引いてあるんだ。こんな飯とあんなひでえ布団で150文だ。こいつはベラボで。この野郎、文句あるのか。これはな、おかみの仕事だ。仕事があるだけでありがたいと思え。だからあっしゃ、力いっぺん働きてえから言ってんださ。この日で扱いじゃこの人たちだってよ、働く元気は出てこねえよ。それじゃいい仕事のできるわけよねえ。この野郎、生意気言うんじゃねえ。なんぼよせ。この男の言ってることが正しいのだ。てめえ死にのくれてろ。日本差しだけあってなかなかやるな。お、店中な、いてめえに合わせてるのに。仕方がない、やるか。人品骨格といい、間違いない。山形よ、控えるか。本名、知らぬこととは存じながら、とんだご無礼を捕まった。さあさあさあ、どうぞこちらへ。どうぞ。待て、あんたたちは何か勘違いしてるんじゃないか。いや、分かっております。さあ、何もおっしゃらず。さあどうぞこちらへ。どうぞどうぞ。さあどうぞどうぞ。待ってください、この騒ぎのもたしだ。旦那連れてくんならおしめ行きます。こちらもご同役で。旦那とは一心同体だ。煮るなと焼くなと好きなようにしてもらいます。それはそれは、ご一緒に。さあどうぞ。さあさあさあ、どうぞ。いやいや、お見それをいたしまして申し訳ございません。見事でございましたな。
はどうなってるんだい。どうやら俺たちを隠し目付けと間違えてるらしい。いや結構結構、さあ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 こちらへ、さあさあさあ、はいはい、さあさあお酌。では一つお目付殿にとっておきの芸を披露していただきたいもので。いや待て待て、それよりも一つ聞きたいことがある。この贅沢の地層の大金はどこから出ておるのか。まあ旦那、そんなお堅いことよろしいじゃございませんか。いや、ぜひとも聞きたい。それはそのいや、つまりこれがしきたりでして。今までの目付や勘定吟味役も全てこのような地層を受けていたのか。はい、それが慣例でございまして、通といえばか、まあ、武士の情けを心得た花も実もあるお方ばかりでの。どなたもみんなご満足してお引き取りいただいております。普請の詳細と費用を記した書類を見よう。どうぞ、すべて企画通りきちんと相整っております。公明正大、いささかの疑念もございません。材木奉行、ここに杭一万本、3500両とあるが、そういないか。あ、材木商の受け取りもちゃんと揃っております。石奉行、石八万貫、土のう六万個、代金締めて14000両とあるが、そういないか。はい、もうと相違ございません。それならば一日の人足800人、日当一人頭400文とあるのはどうじゃ。400文、山形屋が支払っていたのはわずか150文に過ぎん。人数も800人はおろか、その半分もおるまい。それはこれをもって推し量れば、材木も石も土のうも全てずさん極まる数字ではないのか。いや、それは材木奉行どうじゃ。お目付殿、そこはそれ武士は相満たない。これからお前たちもっとおすすめせんか。さ、どうぞ。では拙者、拙い芸ですがお慰めに。あらいさん、石奉行、その方はどうじゃ。あの、武士の情けを持ちまして、では、あの、手前もご妥協までに洗いさせた。よろしくね。なんと申す。おめです。おめちゃん、神様、これでホッとした。一時はどうなることかと思ったな。うん、では帰る。え、私がお嫌いですか。いや、そういうわけではない。いや、返さない。無理を申すな。それよりも頼みがある。え、俺がここにずっといたことにしてくれないか。でも表はもう閉まっています。何、俺は抜け出すことには慣れてるんだな。
杭の太さは6寸以上となっておる。いえ、これはすべて4寸にも足りません。石も土のうも大きさ数量とも半分以下です。いくら手抜き工事だゆえ、これではあまり人すぎますね。これでは洪水で決壊するのも当然です。ひまわりが、私だ。頼む。すまんが、朝まで置いてくれんか。今何時だと思ってるの？うちは宿屋じゃないんだから。うん。ねえ、ちょん。新之助さんはね、お屋敷が窮屈で、ここが一番落ち着くから、わざわざこうして来てくださるのよ。おまっちゃん。遊びすぎて感動された宿なしが玉の輿を狙ってるのかもしれないのよ。気をつけなくて。そんな、そんなひどいこと。さあどうぞ。迷惑かけてすまんな。しんのすけさん。おまっちゃん、どうしたんだろう急に。あ、お城行きたい。そうか、じいさん、あんた今まで女のところにいたのね。いや、そいつは、あ、誤解だよ。誤解も六回もあるもんかね。やっぱりあんた女たらしなんだよ。おまけに二股かけてさ、うちの向こうに入ろうだなんて、ずずしったらやらしないよ。まっぴらごめんだからね、とっとと帰ってくれ。いや、おかみさん違うよ。あー、くさくさ、あー、あー、くさくさ、女くさい、お城くさい。頭、助けてくれ。あー、くさくさい。よう、じいさん、来てたのか。お前さん、私知らないよ。へえ、半五郎と二人が隠し目付けに間違えられたんですか。おかげで役人たちの腐敗ぶりがよく分かった。いや、実にひどいもんだ。そうですか。で、あの半五郎のやつはどうしたんです。今頃はどんな夢を見てるかな。おしろいの匂いの中で討ち死にってわけですか。足がかからよかった。なんだってお前さん。いけねえ、聞いてやがったよ。いい年をして変な真似すると承知しないからね。おめえこそいい年してやきもちなんか焼きやがって。年考えろ、年を。なあ、新さん、もうちょっとすまねえ、ちょっとこれ。しょうがねえ、こうなったら新さん、女寄りつかねえと、これは男同士で行くしかねえな。まあ、いっぱい行けねえ。いや、だが、おまっちゃんには悪いことしたな。しょうがねえですよ。かなわぬ恋ってやつでね。あれでもね、意地らしいとこあるんですよ。隠し目付け二人は首尾よく見つけ、例のごとく和気あいあいのうちに。酒と女でナマコのように骨抜きといたしたか。はあ、一人は少々手こずりましたが、私の十八番の土壌すくいが効きました。それなら安心だ。城へ帰って上様に程よく献上してくれるだろう。それをまともに受ける上様こそいい面の皮と申すもので。まったくの。上様も若気の至り、青臭い正論などで長年続いてきたこの慣例が破れるとでも思っておられるのか。まったく一人相撲もいいところでございます。
それで本日はとりあえず材木商からの上納品の一部として500両を持参いたしました。御前、一大事でございます。見張りの者どもが気を失って倒れておりました。おそらく隠し目付が潜入したものと思われます。何、八幡？そのようなはずはないのですが、何しろ私の土壌救いが。馬物、そやつらはおとりかもしれん。たちに確かめてみよう。はあ、でもどうやって。隠し目付ならば上様直々のお声がかり。上様ご身辺のことをよく知っているはずだ。不正の筆頭人は不審奉行根岸左近将監に間違いありません。工事費の1割近くが業者から吸い上げられて左近将監の懐に入っています。そうか、やはりあの男か。上様、奴ら上様と半五郎の正体を怪しんでおります。お目付け殿。お染ちゃん。半五郎人、なんだあんたたちか。ちとお尋ねしたいことがござる。何でござるかな。貴殿は本当に隠し見つけでござろうな。何という隠し見つけでござるよ。では上様のお側用人はどなたでござったかな。お側用人、さよう。まさか知らぬはずはあるまいな。もちろんでござるよ。お名前は。では上様はこの頃毎朝の日課としておられることは何でござったか。上様、直々にお使いするお庭番たる者が知らぬとは申せませんぞ。朝起きて顔を洗って。ああ、よく寝た。とこう申す。蕎麦用人加納五郎左衛門、あのじいさんにも困ったもんだ。将軍家を差し置いて俺たちの仕事にまでガミ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 口を出すんだからな。そう、加納五郎左衛門、あのじいさん一発ガツンとやってやらないといかんでござるな。誰か噂をしてるのかな。年寄りの冷や水というか下手な横好きというか、最近は将軍家と一緒に弓を引くようになったんだからな。そう、それに上様も下手の横好きで、あの弓の下手さったらねえよ。本物だ。上様の弓の日課も根岸の御前から聞いたことと相違ない。お疑い申して失礼のだ。平にお許しください。分かる、いいんだって。旦那として分かったんだよ。まぐれだよ。まぐれあたり将軍さんの夢見たもんだな。うちの人とうとう帰ってこなかったんですよ。ねえおかみさん、あたしの言ったこと真に受けて本当に家出しまったんじゃないでしょうかね。半五郎さんが。ねえ、どうしたらいいだろうね。とんだことしちまった。もしそんなことにでもなったら私は生きちゃいないから。ねえ、ちょっと聞いたんだけどさ、誰かと間違えられて女と一緒にいたんだってね。本当ですか。それがね、お城行く際ったらないんだよ。男ってやつはね、信用できないからね、何するか分かんないよ。それで場所は日本橋の水月とかって。おかみさん、私行ってみます。兄ちゃん、おはるさんがね、日本橋の料理屋へ。何？お姉ちゃんも喋ったのよ。あのバカ野郎、たくもう余計なこと喋りやがって。半五郎の正体がバレたらお前大変なことになるぞ。あ、けねえ、もしかしたら新の字もお前。え？おっしゃいられねえぞ。くしゃ、喧嘩してくだ。またお近いうちに。どうぞ。勘定は2割ほど上乗せして請求してくれ。はいはい、心得ておりますと。ちゃんとご用意いたしました。ほんのお見合い代わりですが。上様に何卒よしない。
半五郎氏、これは買えそうではないか。とんでもない、遠慮するほどのものじゃございません。みんなやってることですよ。ささやかなことです。ねえ旦那、ここの費用もこの土産もみんな不審の費用から出るんでしょ。そうだ。ってことはその分岡の堤防から削られるってわけでしょ。その通りだ。そして洪水になればまた堤防が崩れることになる。足のうちもそして泥の中に渦まっちまった。ねえ旦那、あっしはゆんべお役人さんたちの土壌すくい見てるうちに、なんだかのだんだん泥の中に渦まった土壌が足みてえな気持ちになってきた。足が土壌か土壌が足か、あれさっさなんてやってるうちに、土壌だけならいいけども、そのうちに足たちがみんな泥の中に渦まっちゃうんじゃねえかって。ああ、悪いしきたりは誰かが勇気を持って破らなければならん。旦那、このくらい返しましょう。半五郎、よく言ってくれた。こんなところで何がしてんだい。悪い、あなたはお目付殿の奥方で。何寝言言ってんだよ。女房のお春ですよ。ではただの町人か。せっかく私が苦労して真面目にしようと思っても、あんたたちが悪い遊びを教えたりしてぶち壊してないか。どうしてくれるんだい。貴様ら、偽物だったのか。まんまと我らを騙しおったな。ああ、俺は偽物だい。十文や二十文の無銭飲食やケチな語りで世の中渡ってきたバカな野郎で。貴様よくも、そのろくでなしの人間のクズのダメな男が、おめえさんたちにはほとんど挨拶来たんだい。おう、世の中間違ってるぞ。反省しろい。ちくしょう、なんだいこんなもの。よし、貴様ら来い。やもえ、どこでも行こう、半五郎。へ、覚悟してくれよ。へい、来い。お前さん、返しとけか、俺たちに任せてくれ。いや、頭、待ってくれ。俺はこの人たちの親玉の偉いお方の裁きを受けに行くんだ。何だって、おい。さあ、おとなしく引き下がってくれ。そうかい。小さ、分かって。ここはお前さんに任せておこう。お前さん、お前さん、立ちなよ、お春さん。心配してることねえよ。小さついてんだよ。だって。大丈夫だって。小さな。喧嘩を降りる一枚終わってたぜ。ただの偽物とは思えん。本物に頼まれておてるになったんだろ。包み隠さず全部喋るんだ。本物はどこにいる。お、御前、こやつら真っ赤な偽物でございましたぞ。いかがなされました。お主にもし一かけらの良心が残っておれば、潔く身の処置をつけることだ。知性、こやつらは隠し目付の名を語り、お上を恐れぬ姿勢ぶらいのとだ。うれしいせい。そうか、そう出たか。よし、覚悟を決めてかかってこい。Yeah!
民の幸せを思わず、ただ己の懐を肥やすために役職を汚す輩、もしここに将軍吉宗あらば、決して許しはすまい。地面に張ったついでに、江戸の町人百姓衆に土下座せ。じい。じい、疲れたか。おお、上様。いや、ご無事で。心配をかけた。今夜は下がってゆっくりと休むがよい。ごめん。根岸左近将監はその夜屋敷にて切腹。材木奉行、石奉行もそれぞれ職を解かれて長野閉門仰せつけられ、山形屋宗兵衛は遠島の処分を受けた。そして数ヶ月後、大川の堤は完成し、以後久しく災害を免れたと伝えられる。これを着て、おはるさんに晴れの姿を見せといで。さあ。よう。おはようございます。あごろ。よかったな、おい。あ、いいかよ。今日から入った新米だぞ。よろしく頼むぞ、みんな。ええ。お前さん、よかったね。おはる、おめえにも心配かけたな。頭、あっしは心入れ替えて出直します。このハッピーに負けねえように。五郎、しっかりやんだぞ。ついじゃ、あの新さんって頭の兄弟分に一流貸してる。ああ、大丈夫だよ。新さんってのはそんなケチな男じゃねえんだよ。なあ、おまし。え、そうよ。俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は、新しい上様になりゃ少しは世の中変わると思ってたよ。大岡様だって見て見ぬふりじゃねえか。上様一体何をしてるんだよ。いずれも死人に口なし。どうやら一安心でございますな。そうは簡単に行くまい。貴様何やつだ。江戸の空を覆い隠す黒い雲を吹き払うためにな。次回、黒い十手を握る男にご期待ください。